はいどうも、カッパ園長です。さてと、じゃあこの動画ではね、テレ朝、玉川徹さん行きましょうか。なんかね、岸田総理、が褒められたらしいです。テレ朝、玉川徹さんに。ん？何について褒められたのかな？もしかして外交的ボイコット風意思表示について、嘘？と思ったんですけども。じゃなかったんですよね。なんかね、PCR 検査。この玉川徹さんがこの無料検査実施表明した岸田首相をね、素晴らしいと、やっとこういうことを考えてくれる政治家が日本のトップに立ったんだみたいな、なんかよくわかんないところ、てっきりなんか外交的ボイコットにブータルでくるのかと思ったら違うんだ、そっちか、あ違うな、玉川さんはなんかあれか、外交的ボイコットいつまでしないのかみたいなこと言ってましたっけ？あれ？誰と勘違いしてるのかな、ちょっとわかんないです。記憶が曖昧だな。なんかちょいちょいあれですよね。政治家もそうだし、コメンテーターもそうだし、この外交的ボイコットに関してなんかこう、正気をね、この我に返る人とか結構いたからな。とりあえず、三浦瑠麗さんはね、こうブータれそうですけどもね。あれ？違ったかな？民民の玉木さんと間違えてんのかな？忘れちゃいましたね。まあ今回はなんかその外交的ボイコット云々じゃなくて、なんか PCR 検査らしいんですよね。今更何の話だよって感じがしてくるんですけども。まあなんか、テレビ朝日、玉川徹さんがこのモーニングショーで、岸田首相が23日新型コロナウイルスの変異株オミクロン株への対策として、拡大が懸念される地域で無症状者を含む希望者全員に、無料検査を実施する方針を表明したことを報じてましたよね。で、スタジオで岸田首相がオミクロン株の市中感染が確認された大阪京都米軍基地で、集団感染が発生した沖縄で不安のある方全員を対象に無料検査を実施と述べたことを伝えたと。で、この方針に対して玉川さんがやっと打ち出してくれたかとした上で、これで、東京でも感染者が現れるんだと思います混乱させたいわけだ。そうなると東京でも首都圏でもってなっていく形になっていくと思うんですと指摘した。さらに検査の意味をずっと言ってますけど、無症状で広がる部分が多いわけですから、無症状の人で見つかるとそこからの感染は止められるんですよね、などと解説した。止められるのかこれ。その上で検査の拡充はすごく重要なので、やっと打ち出してきてくれたかとし、毎日新聞の記事で岸田首相が危機の時は、やりすぎぐらいの方がまだマシだなどと述べたことを紹介し、やっとこういうことを考える政治家が日本のトップに立ってくれたかと、2年かかりましたけどやっと現れたなどと繰り返し、僕は岸田首相を評価したいと思いますとコメントしてたんだって。じゃあやっぱりこの判断は間違いってことでいいですかね。ねえ、どう考えたって言ったら、無症状ね、洗い出してどうすんだって話が、やっぱわかんないのかな。相変わらず PCR 中なんですね、この人ね。これについてはもうね、まあ結構ご覧ではあなたも個人的にね、この情報収集して、もうこの検査がとかね、このコロナの状況、多分ご存知だと思いますんでね、改めてここで僕なんかがね、この、一から説明する必要はないと思うんですけども、だって発症もしてないのにこの検査してどうすんのって話じゃないですか。普通に税金の無駄じゃないですかね。しかもだってもうね、この統計学的にさ、ね、この大量検査、とにかく検査、あの貿易ね、この半島のこの軽貿易と違うんだから、日本の貿易はね、この貿易にね、この統計学的にとりあえずとにかく検査だ検査だっていうやり方は、貿易にむしろ逆効果だっていうのがもう出てるじゃないですか。それをなんで今更こんなことをね、やろうとして、ね、しかもそれを大歓迎するっていう、だって無症状者まで無料だと無駄に検査するやつらだらけで現場が混乱するって言ってるのにさ、そう、だからどう考えてもこの日本社会をこのコロナでもってもう一回混乱させたいっていうね、そんな風に考え、そう、だからこの三浦瑠麗さんなんかと一生のタグ、ね、同じですよね、やっぱり結局玉川さんなんかもね。ね、しかもまだ検査って、なんか頭どうかしてるとしか思えないですよね。だからもう正気の沙汰とは思えないんで、なんか別な目的があるとしか思えないんですよ。だから結局日本社会の混乱でしょ。ね、もうそれはなんか違うって分かってて言ってんだからさ。
何なんだろうな。うん。なんで、ついこの間までね、うん、どの局も、どのマスコミも、ね、どのテレビや連中も、ね、みんなこの韓国見習い、韓国見習いって言っていたやつら、ね、じゃあ無料で PCR 検査しまくりで、またなんか新しい、ね、オミクロン型、オミクロン株対応の新型なんか経営検査キットでできましたみたいな感じで盛り上がっている。うん。ね、結局無料で PCR 検査しまくりの韓国今どうなってるよ。何も収まってねえじゃん。うん、で、うん、それでも何、やっぱり相変わらず検査して検査して、韓国見習い韓国見習い、もう一回やるわけだ。うん、おかしいんじゃないのかお前らだいぶおかしいぞ。うん、ね、検査で、じゃあ例えば検査の行列で感染してるんじゃないのと、ね、疑われたりもしてたじゃないですか。うん、だって去年のこのコロナの初期の段階でずっと言われてたことですよね。うん。何考えてんのかね。そう。じゃあ今度我々が言いたいですよね。うん。お前らこそ韓国の今のこの現状見てみろよと。ね。韓国見習い言うやつらはね、じゃあ今のこの現状、ね、韓国見てみろって言いたいですよね。うん。検査のために行列作って感染拡大させてんだぞ。こいつらは。うん、まあだからあれですよ、今回のこの理解としてはね、このテレ朝玉川さんに褒められるような総理大臣になったらね、おしまいだっていう、そういうことですよね。うん、ねえ、だって玉川さんに絶賛されるね、この総理ですよ、岸田さんは。うん、何考えてんですかね。うん、ね、お前らテレビや連中が大絶賛していた韓国はどうなったんだって。うん、ね、だから検査しろ検査しろうるさいやつらはね、うん、これでもう何も言わなくなるかなと思ってたんですけどもね、全然でしたね。やっぱこのスポンサー様ね、大陸の意向には逆らえないんでしょうかね、やっぱりテレビや連中はね、どいつもこいつもね。うん、だからもう真実がとかね、事実がどうとかね、やっぱこいつらはこいつらでやっぱ関係ないんだよな。うん、金なんだよな。うん、まあ商売なんだろうけどもさ、はっきり言って迷惑だよね。報道機関がそれじゃあさ、ねえ、だいぶ、え、だって、さすがにね、今時このテレビや新聞、雑誌のね、こいつらが言うことをまるっと鵜呑みにするっていう人はそうそういないと思いますけども、うん、それにしちゃだって、このコロナに関することなんだからさ、ねえ、人の命に関わることでしょ？うん、ねえ、金にすっ転んだまんまってどうなのよ。おかしくねって。やっぱこういうところもきっちり掃除していかないとダメなんだけどな。なかなかな。うん。ねえ、検査ばっかやってた韓国で今どうなってんのかっていうのは見ないのかな。見ちゃダメなのか。見て分かった上でこういうこと言うわけだ。はあ。うん。まあでもこれに関してはね、岸田総理はね、言うだけ言ってね、まあ取り下げるとか、そういうことをこういうとこではまあやってほしいですけど、どうなのかな。うん、まあとりあえず相変わらずのテレビや連中ね、相変わらずのテレ朝玉川さんでしたね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。